やハローどうもペンキチです。いや喉痛い、なんか喉が痛かったりとかちょっと具合悪くってリアルタイムでね4話見れなかった。そのわけで朝になりまして今から見ていきます。早速見ていきましょう。やはり俺の青春ラブコメ間違っている巻第4話。まあ俺の中ではおそらく12巻のラストまで行くんじゃないかなって思ってます。さあ行きましょう。早速飛べのダンスシーンが見たくねえよ。やっぱり今期はこんな感じでね、生徒会室が報酬部の教室じゃなくって生徒会室がメインになってきそうですね。まあもう4話だけど俺も人のこと言えねえよな。なんか思い出すだけで恥ずかしくなってきた。うわーゆいかわいい。やっぱもう何回も言ってますけど、族からね BGM が変わってなくて本当にものすごく馴染みやすさがあります。この見てている見ていく中でどっか寄ってくか。ああいや、小町の高校祝いか誕生日祝いかなんか用意しようと思ってたら。いいじゃんそれ、絶対いいよ、超いい、行く行く。この話は由比ヶ浜由比推しへのプレゼントです。ガー東京ベイかな、ララポート東京ベイかな。逆に何買えばいいと思う。いやーデート会だ多分。小町嬉しい、テレテレとか言うんだけど多分一生使う。その微妙なモノマネ何何これ。まあでもそれはそう。そういいね、出たー。おーテンション高っ、本当にマッカーと同じデザインだ。ただデザインが同じなだけじゃないぞ。実際に見に行きましたよ俺もこれ。ヒッキーが自撮りしてんのどんな状況かでも違和感しかないんだけど。でもこうして出たこの BGM。 俺やっぱりねアニメにおいて俺 BGM とかのこだわりって強いんですよ自分の中で。だからいちいち反応したこのゾクの時は流されてなんて、これあれですよね、ゾクで言うとパンさんのさ、あのディズニーランドでパンさんのアトラクション乗ってる時に流れた曲じゃないですか。全部思い出す。何今のゆいちゃん、ゆいちゃん何今の、可愛いっていう次元じゃないわよ。それは見てる人死んじゃうよ。お嫁さん？あとお嫁さんとかね。とにかく。やだやだやだ。いいもうもういいです。もういい、もうさっきまでの幸せな感じでいいんですよもう。いやもういいです。はい、もう見たくないです。はい、さあラスボスの登場ですね。それでなぜ母さんが来るの。私も保護者会の一人ではあるし、それにお父さんとお付き合いのある方にお願いされたら無下にはできないもの。それは筋が通ってないです。後でひっくり返る。いけいろは、やれやれ、いけいろはすふ。問題を起こさないようにしつけるのは保護者の仕事なんじゃないですか。うわ原作を読んだ時のこのハラハラ感をもう一度味わうことになるとはな。しかもこうして分かってはいたけどさ、そういうことじゃないです。大事な人だから助けたり手伝うのは当たり前です。大事に思うなら相手の意思を尊重してあげるべきだと思うけどね。プロムが実現したらあなたの力はもう借りない。じゃないと私どんどんダメになる。だからお願い。やばいなこれ、出す言葉が本当に見つからないな。雰囲気に圧倒されました。さっきの答え知りたい。はい。まあこの春野の示す3人の関係性がこの3期、いや俺がいるの全体としてのテーマの大きなキーというか大事な言葉にはなってきますよね。せーの、共依存って言うのよ。うわー4話のラスト俺が言った通りになりそうだな。やだなあ。あーもう無理無理、本当に見たくない。あ見たいけど見たくない。あもう、あどうした、なんかプロもやばいみたい。ちゃんと言葉にしろ、待つから。かっこよすぎるぜ平塚先生。理由はまあ部活もそうですけど、乗りかかった船というか先生だってそうでしょ。あんた離任のこと言わなかったじゃねえか。Yeah.
でもヒッキーがいてくれるならなんとかなっちゃいそう。由比ヶ浜、由比ヶ浜、なんか安心したら涙出てきた。びっくりした。また明日な。気をつけて帰れよ。いや、超近所だし。鳥肌が止まんねえや。私が泣いてしまったら彼はここから動けないから、だから涙が止まってくれてよかった。すごく簡単なことのはずなのに、私は何もできなかった。だからこれでいいはずなのに。今もずっと涙が止まらない。涙が止まらなければよかった。はい、というわけでやはり俺の精神と僕も間違っている巻第4話でございました。まあもう何度も言いますけど、原作を自分は知ってるのでね、もうこのような展開になるっていうのも全部分かってたし、多分この4話ラストこうなるなっていうのは始まりの時点で分かってはいたんだけど、かーきついな。本当に切ない、切ない、切ない、本当に切ない。ただそれだけで、序盤のね小町への合格祝いを買うっていう名目で2人でねララポート行ったシーンだとか、そこからラストにね繋がって、そのまんまね、その全パートがある分、本当にラストの由比ヶ浜の涙っていうのはものすごく映像的に効いたと思うし、初めて流れたダイヤモンドの純度のバラードバージョンに加えて、そこまではなかった由比の心の声、由比のナレーションが入ってきて、本当になんだろう、切なさが無印続感ときて、今のところはもうダントツで1位かなって思う。本当の名シーンが来たかなって思います。いや全部もう知ってたのに、なんだろう、このアニメ化されて映像化されて、もう一度こう目の前にこの切ない物語を提示されると考えられなくなるっていうか、もうそれだけやはりいい作品なんだなっていうのがもう見るたびに自覚するというか、自覚じゃないな、再認識させられるっていう感じなんですよね。それぞれのキャラクターが隠してきたことだとか、胸の内がねもうだんだんもう隠せなくなってきてね、感情が膨らんできて、平塚先生の離任のこともそうだし、由比ヶ浜由比の本懐もそうだし、で雪の下雪乃の気持ちとそれに反する現状だったりとか、で雪の下春乃が本当はどうしたいのかっていうこととかがだんだんねヒッキーとの会話の中で分かってきて、共依存っていう言葉、その関係性がやっと春乃からね八幡に直接伝えられることにもなって、そしてラスボス雪の下母が出てきて、まあ始まりっちゃ始まりですよ、こっからですよ巻は。本当にメインキャラクターたちの心情がどんどんねはっきりさせられていって、族までのようなね取り繕ったことももうできなくなってきて、そんな残酷な本物っていうのが一体何なのかっていうのがね、これからね5話からね、そして最終話に向けてどんどん分かってくるんじゃないかなと思います。いやー本当切なかった。そんなわけでね、来週5話も本当に楽しみです。みんなでこの物語を見届けましょう。バイバイ、また来週。